こんにちは、福山一恵です。今回から私が人類ブログで書いている記事をあなたにこの YouTube を通してお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは始めますね。2018年8月7日の記事です。カウンセリング体験談50代主婦その1。はじめまして、福山一恵です。私はカウンセリングを受けています。初めてカウンセリングを受けるきっかけとなったお話をします。私は30歳後半頃から体調がおかしくなり、胃の痛みから始まり、不眠、食欲不振で仕事も休み、痩せ細り、苦しい日々を過ごしていました。元気がない状態です。病院でも検査を何度も繰り返し、とりあえず処方された薬は安定剤、その副作用もあってさらに悪くなっていったんです。どうしたら治せるんだろうとか、どうしたら楽になるんだろうとか、また悩み、心の中で叫んでいました。助けてと自分を責め、自分のことしか考えられない状態でした。心の余裕がなくなり、あれもこれもしないといけない、焦り、家事が苦痛になっていたんです。今思うと家族にすごく迷惑をかけていたんだと後で気づきました。その頃、小学校3年生と1年生の子どもたちは笑顔の消えた、前から笑顔はなかったかもわからないんですけど、元気のない私を見て辛かっただろうなと、ごめんねとよく思い出します。暗闇の穴に落ちてしまった私に手を差し伸べてくれたカウンセラーの先生の言葉は何よりも心の薬となっていくのです。これを聞いてくれているあなたへ、同じような心の病気に悩んでいるなら、人に頼る、相談することをお勧めします。そして私のように暗闇に落ち込んでいるあなたにおすすめの一冊、斉藤ひとりさんの本、春と魔法の湖の童話の本をご紹介します。下の説明欄にリンクを貼っておきます。最後にチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回をお楽しみに。福山一恵でした。